はーい。もうすぐ77歳。若い頃、天文館で経営アルバイト経験あり。すいません。最初でどうしてしまった。いや、タイトルのね、あれを、いや、最初でほら、これをやっぱり言うとかないかなと思って。いや、まあ、前回の動画の続きになるみたいなんですけど、2年間ぐらいですね、20歳から2年間ぐらい天文館でアルバイトしたことあるんです。それで自分の体験話をするようなことをほとんど経験してないんですよ。はい、私のね、リスナーさんの中に、まあ、これはもう名前を言ってでもいいと思うんですけども、ヨシトさんという方がいらっしゃるんです。もうその人の体験話にしたらですね、もうそうですね、その私の体験話を1とするでしょう。その方はですね、100万倍ぐらい濃い話なんですよ。はい。でもなんかね、普通のアルバイト生ですよ。アルバイト生。ほんで、しかも、バンドマンを目指してるっていう感じでですね。ほんで、バンドマンになれなかったんです。ね、楽器も弾けないっていうことがとか分かったんだけど、そういう人間から見た天文館ですね、の話も案外いいんじゃないかなと思った。というのは、自分にそういう大きな話題がない分ですね、細かいことをですね、覚えていたっていう現状に今気づいたんです。で、前回の話は、私がただですよ、アルバイト生、いや、そこはだけどアルバイト生だけど、いつの間にかですね、そこの正社員っていうんですかね、よりも長く、勤めてたっていうか、まあ、たまたまその日のスタッフが新しく入ったウェイトレスさんとボーイさんだったか、私が一番何ですかね、経験があるっていうことで、三河健司さんにコーヒーを持っていくことになったんですけど、そういうふうになった背景をですね、考えてみると、その頃の電話機事情、昔はほら黒電話、もう黒電話を知らない人も多いかもしれませんね。店にあったな、黒電話け。いや、いらん、思い出さん。ピンクだったかもしれませんね。いや、電話ありましたよ。10円を入れる。お客さんが使える。で、店に対しての電話もそこに来るっていう時代ですよ、確かね。いや、その辺はね、あやふや。だからその頃の電話情報とかですね、その頃の天文館のにぎわいぶり、それからそのなぜ、もう当時三河健司さんの話をしましたっけ、あ、前の動画で言ったのか。とにかく私がアルバイトをしていたそこに、ものすごく忙しいはずのですね、三河健司さんが来られたんです。ほんで、あれ、マネージャーもなしにですね。で、多分ね、10分ぐらいはほっとかれたんじゃないですかね。いや、水も出してなかったんじゃないかな。今ほら、水と言ったけど、これにしてもそうですもんね。昔はですね、喫茶店に行くと必ずウェイトレスかボーイさんがですね、
お冷やって私なんか言ってましたけど、シルバーのです、丸い棒にですね、お冷やとね、あ、灰皿も持って行ってたかも。灰皿をそこに置いてあったかどうかわからないけども、あ、そうだ、タバコん煙がですね、店の50センチぐらいのところにですね、溜まってる転がりまして、うわ、浮いてるんです。はい。ほんで、いや、今ちょっと思い出そうとしたけど、タバコの匂いはしてたはずなのに、その記憶がない。ほとんどの人がタバコを捨てたんでしょうね。なので、自分にとっては、三河健司さんに私がその、コーヒーお冷やも持って行ったのかな、とにかくコーヒーを持って行ったのだけは覚えてますし、三河健司さんがそれを飲んだらすぐいなくなったの覚えてますし、でなんでその三河健司さん、あ、話は飛びますけど、後から分かったんですけども、そこの店、私がアルバイトをしていた店のオーナーさんが三河健一さんを出迎える店の中にいてですね、でそこに三河健一さんが来られて、いや当時はマネージャーさんはついていなかったと思いますよ。どこかで、まあ、多分エンパイアだと思うんですけども、エンパイアでその三河健一賞みたいなのがあって、その合間に、その天文館界隈のオーナーの方々がそのうちにも三河健一さんをちょっとよこしてくれと。そして俺がその三河健一さんになんかこう、親しげに話すから、そういうところを従業員に見せたいみたいなのがあったのかもしれませんね。なのにそのオーナーが来なかったんです。でさっき電話を出したのは、多分オーナーさんはですね、何かの用事で来れなかったんでしょうね。それでこれはもう想像ですよ、普通だったら電話をしますから、店にごめん、俺は、今日そこで何時に三河健一さんと、待ち合わせをしてる、行けないから、もし三河健一さんが来れなかったら、こうこうこういうでうちのオーナー来れませんがよ、もしよかったら何か飲んでいただけませんか、でまた後日、このお詫びはしますからとでも言う電話をかけるはずですもんね。でもその頃これはほら携帯がなかったし、多分ねそのオーナーの人はねどっかで話をしてたんじゃないですかね、その親しい人、オーナー同士かもしれないけど、でその時に、あ、もう時間が、まあ、例えば、8時なら8時としますが、夜のね、今電話をせんないかんけれども、そう近くに電話がないわけです、ね、自分がで、あの携帯を持ってるわけでもないしね、ほんで、ああ、いけんすかいねと思いながら、そのオーナーさんに、ごめん、ちょっと電話貸してくれんって言った時も、ごめん今うちは電話を使ってるわよとかですよ、もしくはその、店に電話をしたんだけども、ちょうどその時に、店に来てたお客さんがその電話を使ってたっていうのもあったのかもなと思ってですね、あ、この動画はですね、こういうタイプの動画は10分以内に終わらせるようにしようと思ってますので、今日のテーマはその頃の電話機事情を思い出しましたがよというところでですね、この動画はこの辺りでお開きになります。ありがとうございました。